まあでも頑張ってたよね。あ、引くんだ、ここで。ここで、あ、ペチペチ。ペチペチ。間に合わなかった。ナルス、あナイス。うぃ、わー、ごめんと。やだ。さあ、どうすっかね。これね、多分ピョン吉さんを。ああ、オッケー、終了だね。ピョン吉さんをね、生かす方針の方がいいね。これはやばい。どうしようどうしようどうしよう。やばい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 。あら、はい、はい。ちょっと探しましたが、メインの左側で光りました。わ。12、3、4秒ぐらい以内のキルです。メイン左。うん、メイン左。あ、デインさんがね。あ、オッケー。あ、じゃあリソさんメイン右です。お？シャワーからメインに入ってきた瞬間にレポートが光ったんだけど、僕の指はもう除染室に入っていて、入ったらレポートが入ったらレポートが消えたので、メインの右のそのギリギリシャワーからじゃ見えない位置。あ、そうなんだ。シュネちゃんってどこ、電気から上がって、うん、電気から上がってるよ。ん、え、あれ、じゃあ、え、ごめん、下どこ、真ん中、左って言ってなかった。左か。メインの左と右っぽいって話ですよね。でも私はごめん、うん、右じゃなくて左で光ったよ。うん、え、待って。あっち。ちなみに、ね、左ってごめんね、メインの左のドアの前らへんってこと？ いや、そこまで行ってない。私は正確な位置が知りたい。メインホールのぐらいまで行って、うんうんってちょこちょこってして、だから多分扉の手前よりはちょっと、なんていうの、目の下ぐらいだと思う、多分。あ、うん、ちなみにね、左だったら10秒以内。僕が通ってるそこ。うんうんうん、で、治った後に僕が通って、でエンジンぐらいで多分拓也さんと合流して今ミーティングに上がってるところで、宿舎が下と左だけ開いてた。右開けてる。そう、開けました。合ってる。え、瀬野ちゃんはどういう経路でエレクまで来たんですか？瀬野は宿舎脇金庫に入ってエンジンで下、青さんと展望ラタら辺ですれ違って、セキュリティに青さんを置いて電気です。ぐるっと回ってます。キッチン脇ビビッチョさんとして、ベントタスク、ダウンロード、アップロード、停電を展望できる直して、石油行った時に、石油区間でキッチン、武器庫側から降りてくるセンちゃんとすれ違いながら僕はテープタスクをしてる。はい。で、終わり。僕も喋りますね。はい。通信室でダウンロード、バーガータスクやって、青くんと一緒に武器庫入ってねえな、多分。で、通信室でダウンロード、下りながら武器庫の下のタスクやって、停電が起きてたから展望デッキ確認して、誰もいなかった確認して、展望デッキの一番下。あー。うん、さんは？あ、その前に、よすずさんのシャワーまでの経路聞いていい？うん。おもつわきや、ラウンジアーカイブシャワー。これ入れてる人誰ですか？あ、先に言っときます。僕、吉津さんと多分完全対抗かも。あ、そうなの？あ、そうなんだ、うん、なんか勝手にごちゃってる。いや、なんかね、多分しおねさんがうまく位置をずらしてくれて、吉津さん本当のこと言ってるから。はい、ナイス。僕は、まず電員さんを14秒ぐらいって言ったのが、うん、僕シャワーのタオルタスクをやってたんだけど、タオル回収してる時に、電員さんがシャワーのベントタスクをしていて、で、タオルを入れた後にアーカイブラウンジ、最後貨物の真ん中らへん
まで来てるんだけど、よすずさんを見ていないです。いや、アーカイブ下でだって全員よすずノアで揃って、シャワー室一緒にノアさんと入ってるよ。あ、ちなみによすずさんがあの貨物脇なのほんとね、それは見てる。ピョン吉さんも一緒に湧いたから、あれ、うん、あ、ピョン吉、よすず、シウネさんとあとタクヤさんかな、多分 4枚湧きだった気がする、貨物。よすずさんって俺をどこのタイミングで見たって言った？アーカイブ下。いや、ちなみに僕はその、だから、デインさんと、アーカイブ下、俺メインから入った気がしたんだけどな。アーカイブ下で見たとして、俺がもしコード経路は間違えてたとしても、デインさんが弁当タスクをしている時系列があるから、その間、よすずさんって何してたの？貨物脇ラウンジ、アーカイブの右ドアを開けたぐらいに、ちょうどその辺りにノアさんもデインさんもいて、3人でアーカイブの下方向に移動する。あの動きだと多分デインさんが本タスクかな。で、ノアさんと一緒に、ノアさんがアーカイブの下のドアを開けて、僕は開けずにノアさんと一緒にシャワー室に入った。ねえ、ノアさんとかピョン吉ってどこなんだっけ？あ、僕ミーティング。エレク。うん、メイン側から来るピョン吉さんを見てるから、左側のキルは割と怪しくは見えるけど、え、あとで竹谷さんが、え、ちょっと待って、ごめん、ここの二人の話ちょっと整理していい？いや、ダメなの、全体聞いた方がよくない？先にじゃあ話すと、エンジンの、まあ、言ってしまうとエンジンの左から、まあ、最後の話ね、左からピョンキさんと合流して宿舎の方に行ってるから、死体がメイン真ん中に2つあるんだったら、僕はどっちのキルも関われないってピョンキさんから言ってもらえるはず。メインに死体2つ、いや、左と右、左と右じゃないかな、うん、右のなんか除染のもしくは下とか、で、シネさんの方は本当左かなって印象だから、うん、ちょうどの、ただ私がエレクに入ってすぐは光ってないので、あ、で、オッケー、すいません、時間ください。よすずシェルフ仕様をよすずのレポート位置からシウネさんが強靭化インポスターで見てる、ノアさんは白でいい。シーフなんだったら僕撤回はするけど、よすず目線はそこの、あ、白黒はとりあえず確定、あ、白っていうか白と人外は確定で見てる。僕とビーチョさんに挟まれてるセンちゃんができない、キル多分両キル無理。いい感じにラインが切れたんじゃないか。どうしよっか。おぴょんさんどうする？え、消えたんだけど。消えたんだが、はい、はい、はい、私目線の話をさせてもらっていいですか？はい、はい、タスクのあれは省きますけども、貨物で湧いてバイタル、エレク、メインホールで、最後暗室やって出て、ん、光ったなっつって左に行って通報なんですけれど、私右側で光った印象がないので、うすしのさんが本当にシェリフなのであれば、直近でその辺で切られているっていう目線になります。あ、一個だけ確認で、リソさんの脇とか見てる人っています？デインくんじゃなくて、リソさんの死んって一個も出てないと思ってるんですけど。多分リソさんのやつってヨスズがシリフだから、そこで死んでるは確定でいい。あ、いや、そうじゃなくって、ヨスズが見てるんで。僕が言いたいことって、メインのに似したいとかじゃなくて、そもそもシュウネさんが人外とかだった場合の世界線を僕は追っていて、シュウネさんがそのレポートしたのが全然右とかにあるのを左にずらしてるパターン。ね、デインクの下に。あ、ごめんごめん。めっちゃありえると思う。一応ね、シュウネさん、シュウネさんもね、エレクトリカルの中で先に見ていて、うん、で、ちょっとどっちに抜けた、どこに抜けたのか分かんないけど、最後、セノちゃんと僕は合ってるのね、合ってます。なので、青くんがビビッチョ青の間にセノちゃんがいるって言って、はい、そこで白弾きしてるのが違和感でした、ね。いや、無理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 。絶対できなくて、キッチン脇が青ビビッチョ、僕がベントタスクをして、ダウンロードアップロードをして、停電直して、武器庫上から来るセンちゃんを見送った状態でテープタスクを終わってないくらいなんですよ。だから、うん、ビビッドさん込みにいて武器庫っていう経路を通っているんだったら、センちゃんって弁当も使えない人物って僕は認識してる、うん、で、セナはそのまま、青さんをセキュリティに置いてネナノさんで全体の話を聞いての弾きです。
ピョン吉拓也とかの位置情報からも、うん、センちゃんってできない位置になってくる、ね、あ、待って、あ、待ってね、キッチンメイン弁当はあるんじゃないの普通に、センちゃんってある俺あると思うよ、ピョン吉さん、僕目線だとない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 、洗脳はないです、ピョン吉ありえない、時系列的にピョンキチさん の、そこを通った時系列、どこで死んでるか分かんないけど、ピョンキチさんは一緒にもう宿舎前の下のところまでタクヤと行ってるのね。そこまでの時間があって、しゅうねさんのレポートでしゅうねさんが死んだのだとしたら、センちゃん切れる位置になる。じゃあ、と最終的にセノはねななさんと合ってるから、エレクで合ってるんでしょ。あ、オッケーオッケー、ごめんごめん、それは出た間っていうので分からない、無理、ごめんごめんごめん、てか普通によつとしのってさ、リソさんの死人出してなかった一番最初に。いやだから、うん、見てないの、見てなくて左でレポートだから右にあるのはリソさんになる。よつとのセリフ乗っ取りはまだ追ってない。あ、入れてんの私です。え、自分に違うよ。ボタンを押して話しますか。誰もいない。キチワキ、キチワキ見てる、見てる、見てる。メインから僕がエンジンに入った時にエンジンからメインに行ってます、ビビチョさん。もう一回言って。僕がメインからエンジンに入った時にエンジン側からメインに入ってきてる、ビビチョさん。それ何秒前ですか？停電の鳴る5、6秒前ぐらい。停電直してる、展望、ノア君とヨッスーが無理になるかな、僕視点で。シュネさんも無理でいいと思ってる。うんうんうん。あ、そうですか。アーガーのとこ行ったのってノア君だよね。そう、俺が最初についてて、その後にシュネさんが来てるから、でかつ多分席の方から来てるよね。あ、行ってる行ってる。うん、だから無理だと思う。メイン飛んでは無理だと思う。時間ない。セノラウンジ。ナナナエレクトリカル。僕最終コックピットまで行ってるから、まあ僕も一応。まあ容疑者で大丈夫です。死に移った場合とかも考えると、はい、そうだね。あ、ただまあビビッチョさんがそっち行ってるのは僕も本当だと思ってて、タクヤ青ビビッチョで多分キッチン脇して、そこからビビッチョさんとエンジンまで一緒になってて、そのまま僕まっすぐミーティング行ってボタンで途中で見失ってるから多分そっちで合ってるとは思う。ねえ、セナちゃんはどこって言ったっけ。ラウンジ、トイレの中にいます。はい、まあセツは右で見てる。あ、そうなんだ。え、うん、あ、どっかですれ違った気がする。初日コックピットまで行ってんの？初日考慮するんだったらピョンキチ釣りたいかな、シュネさんかピョンキチ。わかるわかる。切れるのがシュネさんが仮に来るだとしても、ピョンキチは切る位置どうかなって思っちゃう。わかる。無理無理。シュネさんが左にずらした意味なんだろうなって思っちゃうから。あ、でも別にシュネさん、あ、違う違う。それは西谷に見せたい場合じゃない？メイン。あ、でも、あ、ごめん。僕して普通にシュネさんが切ってるがあるから飲めないかな。西谷に見せたいは違うと思う。それは吉田さんが後から出してるから。あ、そっかそっか。うん。場所一応ずらしたってことね。シュネさんって今、マットメイトでも追われてるし、普通に切れる位置でもあると思うから、僕じゃなくてシュネさんから釣った方が無駄にありませんか。ね、あ、でも、今回が無理だよ、これ。今回が無理だよ、これ。あ、今回できないの。絶対、ピョンキさんから入れる。絶対ピョンキさんから入れる。え、私の目線するだけですか。これ、シュネさん、コミュ行きます。ボタン。負けなかったら右行く。うん。マジかよ。いいやばい。ナイス。よかった。そうか。よかったね。そんな終わり方。すごい。
よう切ったなー、すげーナイスナイス。切られるかなって若干思ったけどな。あ、そうなんだ。いや、なんか疑われるかは分かんなかったけど。いや、ごめん、これ僕セリフ、セリフ出たらよかったな。ね、エグかったね。いや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 、めちゃくちゃいいよかったなと思ったんだけどな。セリフとノア君のロラでいけそうとか思った。いや、もうセリフって言われた瞬間もう超超絶思考更新した。そうね。でもね、これダマさんでもね、本当にメインホールには持ってったよ俺。そう。ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。下位置、俺たちのやつ入れ替わってるだけで下位の場所大体一緒だから。一緒なんだ。キッチンからキッチンからリソさんを連れ去って、あのメインの左上で俺切ってるから。めちゃくちゃ面白かったんだよね。僕磯さんの視点が左上とかにありそうかなって思ってたんで、あ、じゃあしゅうねさん別にあんま嘘ついてないんだ。あんまり、あんまり嘘はついてないけど、私目線はめちゃめちゃ嘘ついてる。エレクに登ったらすぐに電員さんの死体があったから。そうだね、そうそうそう、